こんばんは。昨日はちょっと動画出せなくてすいません。その分今日多めにあげるので許してくださいということで、今回はリリカミラーについてお話ししていくんですけど、多分リリカミラーについて熟知してるような人だったら物足りなく感じちゃうと思うんですけど、わかんない人向けにいろいろ話していきますということで、多分ハードをやる上でリリカミラーっていうものは避けられないと思うんですよ。なので今回はキャラでの、まあ、ちょっとした相手との差のつけ方と、あとは試合中の動きでの差のつけ方をお教えします。はい、ということで、まずはキャラなんですけど、まあ、キャラの差をつけるっていうか、みんなやってるんで、同じボーダーに上がるだけなんですけど、多分一番多いのがミラだと思います。ミラは新規とか新規転生してれば、吸収 SSV 無効がつくので、リリカにシルビアラケットを持たせる必要がないと。まあ、そのおかげでリリカに他のラケットを持たせることができるので、まあ、選択肢の幅が広がるかなと思います。で、まあ、一応サーブタイプということで、ハイジャンをつけることもできますね。で、ミラ自身も SSV 持ってたりとか、あとミララケ持たせることで、シルビアラケット持ってない甘えたリリカとか、アナゼとかを封印できるので、ここら辺も強いですね。で、多分次に多いのがセリナですかね。セリナは、まあ相手に1秒間返球を打ち上げる効果を付与する地面型ギミック設置と。まあ、これがあるおかげで、まあ、スマムコを張りやすかったりとか、あとはチャージ中に妨害することができるんですよ。なので、まあやっぱラリーのしやすさっていう点で優位に立つことができるかなと思います。ただこれ限定キャラなので、まあ、あのランクキャラプレとかで交換するっけないですね。今から手に入れるんだったら。で、次はルミエですね。ルミエは、まあ言わずもがな、このリーダースキルで SS の回転上げたりとか、あとはギミックで吸っちゃうんですね。スマムコウとか貼らない限りもうほぼほぼ返球がほぼほぼ不可能になるので、これはまあ強いかなと思います。で、最後ですね。最後多分オスかな。まあ、一応リーダースキルも大きいんですけど、まあ、この効果があるおかげで、まあ、リリカミラーしたくないよって人がオスで無理やり行ったりとか、あとは後継者とかも いけるって聞いたので、まあ、そこら辺の対策で入れる人もいますね。ということで、ここら辺がまあメジャーなところなんですけど、メジャーからちょっと外れたキャラを紹介していきます。それはですね、ルーシェです。ルーシェというか、スタミナ消費軽減を盛るようなリリカなんですけど、スタミナ消費軽減を盛ることで、チャージのダメージを抑えることができるんですよ。あの、おばちゃとかですね。で、スタミナ消費軽減をどこまで持ってるかっていうと、まず、ルーシェのリーダースキル。これで 15% 持ってます。で、ルーシェがリーダーっていうことは、スタミナの堅牢がつけれるんですよ。そうすると、このスタミナ消費軽減、これマイナス 50% らしいんですけど、これをつけることができて、でさらに、靴ですね。これ多分、降臨闇だったかな。まず、オートスキルで、スタミナ消費量マイナス 28%。で、スキル2、スロットスキル2のスタミナ消費マイナス 10% とエンブレムですね。エンブレムでも 3% 持ってます。これをすることによって受けるダメージが10何とかそういうレベルになるんですよ。普通だったら何十とか100何十とか食らうんですけど、10何とかのその10台で収めることができるんですよ。ということは、まあリジェネとかで間に合っちゃうわけですね。なのでミラーでスタミナ向けすることがまあほぼなくなるかなと思います。で、まあさっきから多分流してると思うんですけど、こんな感じで本当に食らわないのでなかなか強いかなと思います。まあ他のリーダー、ミラとかルミエとかセリナとかね、他ももちろん強いんですけど、まあ、そのリーダーとはまた違った強さを持ってるかなとは思います。もちろんどれが一番最適かっていうのは人それぞれなので、そのプレイスタイルとかによるんですけど、まあ、こういうのをまあ選択肢の一つですよっていうものを紹介した方があったわけですね。で、この後一つ動画を流すので、その動画見ることでちょっと評価が上がってくれるかなと思います。ということで、どうぞ。はい、リリカリリカミラね。まあ、これまあよく見る編成で、リリカにはあれか、ダメージ特化か。ダメージ特化だったら、ちょっと計算変わってくるけど、まあ多分これとか全然食らわないと思う。ラッキーラッキー、それでかい。あれ地味に邪魔よな。よし、オッケー。じゃあここでリリカかな。一発目ちょっと食らっちゃうけど、あ、やばい、取らんかった。まあいいや、次2発目は前で取れればオッケー。ほい、オッケー。ほい、4。ほい、おお、ビビった。アウトか。よかったよかった。皇帝、あ、引かない。相手60とか食らってんの、こっち5だ。
ほい。ほい。13。ほい。ほい。70。こっちだけ全然食らってない。4。ほい。ほい。いやいや。こっちだけ枯らずに、あっちだけ削るっていう。ほい。そろそろこっちも SS 溜まりそう。ほい。ほい。やばい。いやー、どっちも取られちゃった前で。ただこれでいけるよね。オッケーオッケーオッケー。ということで、見てもらったところで、とりあえず編成の紹介していきます。龍勢なんですけど、ブレスオブラハン持たせてます。これに特殊展示 10% をつけることで、これですね。特典時の時に、スタミナケア99回復するんですけど、これと合わせると、特典時 20% 回復するんですね。失点時は SS ゲージ 40% 回復することができます。ということで、まあ、ルーシェってもともと、即失点しちゃうと、ゲージが全然返ってこなくて、次打てないよーっていうのが弱点だったんですけど、そこをブレスオブラハンによって補ってます。で、あと、特典時が、特失点時になったのがでかいですね。失点時でも 10% 溜まるようになったので、やっぱ使いやすくなったかなと思います。で、リリカはシルビア持たせてます。増加量できれば、新規とか、灼熱 32% の方がいいかなと思います。で、ラストここリリカなんですけど、リリカはファナラケ持たせてます。ここはまあ別に他のラケットでもいいんですけど、まあ最初の SS 置き逃げ役としても使えるんでね。で、ドリンク 3% つけてます。で、ここ別に他の初手キャラでもいいんですけど、ただルーシェ特殊展示じゃないですか。で、リリカ増加量じゃないですか。ということで、交代時のキャラがいないんですよ。なので、その交代時のまあ SS の回転がちょっと弱いので、リリカでちょっとサポートしてる感じですね。まあ基本的にはリリカで大体ほとんどのキャラを見るので、関係はないんですけど、一応念のためとして一応リリカを置いてますね。あ、でなんですけど、さっきちょっと説明し忘れちゃったんですけど、あの他の動画でも多分説明したんですけど、スキル1にスロー無効で、スキル3にスマ無効をつけることによって、タイアナゼもね、見ることができるようになるんですよ。なので、まあ、これは、できればスキル1、スキル2、スキル3をアンカールーンとかで揃えると、まあ、やりやすくなるかなと思います。これ多分これが現状完全体だと思います。自分は2回目の4400円のあれを買いました。ここからは試合中の心がけることなんですけど、さっきの試合結構自分がしたりとか相手がしたりとかでいいところがあったので、再利用しながら説明していきます。まず一つ目。一つ目は、前で SS を取るってことですね。これすることで、ポコンっていうの、これが自己要素なので、これをできるだけ減らすために前で取ります。まあ、1個目は最悪後ろに払えちゃったとしても、2個目はね、前で取るように心がけるといいかなと思います。で、次。次はですね、陣があるうちは前に出たりして、まあ、剥がしに行くのも面白いかなと思います。まあ、そうすることでね、相手が SS 溜まった状態の時も、まあ、対応できるんで、まあ、いいかなと思います。で、次。相手が陣がある場合は、まあ、陣を、できるだけ剥がしに行くといいかなと思います。ただ不要無効がつく前からこれやっちゃダメですよ。そしたらあのおばちゃではめられちゃうんでね、できるだけあるうちは剥がしに行ったりするといいかなと思います。で逆にこっちにも相手にも陣がない場合はポコンとかを狙いに行くといいかなと思います。であの試合では再現できなかったんですけど、こう打つじゃないですか。で打ってでこうなんかいろいろラリーして、でこれで例えば陣がなくなっちゃいましたっていう場合は、できるだけ陣とかを狙わずに真ん中でイモったりするといいかなとは思いますね。そのこういう場合でこれで SS が溜まればこう得点を取りいくみたいなことするといいかなと思います。ということでいかがだったでしょうか。大したことは言ってないんですけど、少しでも参考になったらなと思います。それではここまでありがとうございました。お疲れ様です。